おはようございます。おはようございます。物理企画プレゼンツで、レッドブル BC1 ワールドファイナル実況中継、やっていくぞさあ、今回の薄い企画は、ブレイクダンスの世界大会 BC1 ワールドファイナル2017の生配信をブレイクダンサーで実況してみようという企画。出だしからハイテンションな男たち、この4人が今回実況してくれるメンバー。まずは初メイン MC で NG テイク出しまくり、ファウンドレーションクルーから B-BOY 小次郎。今年の BC1 ジャパンでくしくも決勝で敗退、実況する側に回されたお風呂大好き B-BOY 両風呂。昨年インターネット動画で取り上げられ、海外からも称賛の嵐、68歳クレイジー B-BOY 天野さん。ギルオッサ。メンバー紹介は終了。しかし、なんとここで68歳 B-BOY 天野さんが自己紹介ダンスを披露。必殺技積み木崩しが炸裂し、会場は大盛り上がり。そしてそのまま恒例の薄い企画 BC1 実況動画オフィシャルテーマソングの斉唱が始まります。いただき目指し燃えゆる都市、男の剣といざ勇敢。グレンディップにメタボラ戦士、16ビートで父が舞う。ベートーヴン BC1、 ベートーヴンオフィシャルテーマソングの斉唱も終わり、ようやくここから本編の実況に入ります。はい、ではさっきのしんどいプロローグが終わりまして、さあ今回の実況の趣旨なんですけども、あ、その前になんかある？オープニングしんどかったっすね。落ち死ぬかと思ったよ。もうなんか満足したかな、うん、もう終わった感じが。俺らの BC1 終わったかなって、はい、今回オッサがこういったものを作ってきてくれまして、すげえ、ちょっとトーナメントボードなんだけど、この絵やばくない？なんとリリオッサ画伯がトーナメントボード、 BC1 出場者16名のイラストを作成。そして今回特別ルールとして、マイバトル対戦カードの赤を両フロー、青をディルオッサに応援してもらうことにしよう。負けた方はなんとレッドブルウォッカー一気飲み。始まります。始まります。はい、絵をついに絵を上げてください。まず1回戦目はティーシス VS レオニーです。レオニー、これティーシスを応援するのが両フローで、レオニーを応援するのはリルオッサイだからです。あ、来た。ほら、だって体キレッキレじゃない。いや、てかキレキレ、そう、つま先がね、仕上がってる。つま先が、つま先が、ほら仕上がってるな。仕上がってる。ほら、手が気になる、ほら。おー、大丈夫か。大丈夫か。ティーシスやっぱナックルヘッズの集まりみたいなスタイルよね。バックボーンみたいな。おお、いい、すっげえ。でもね、やっぱりここでレオニーが黙っていません。黙っていません。レオニー、ほら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 って顔す。飛びたい飛びたい、ほら飛ぶ。若いだけやってやっぱ元気やね。元気。おもしろい。ナイス、きた。あ、めっちゃ詰めるな、完璧。そこで黙ってないのがレオニー。今日ほら、落ち着きよ、落ち着き見せて。スタンダードだから体力配分大丈夫なんかなって感じはするけど。いけ、ナイス。いけ、おお。最後はやっぱちょっとクラッシュっぽく見えるから、うん、パワ
回るから大きく見えるな。おーナイス、ナイス。でもそこで黙ってないのよ。レオニーちゃん何回それ言うんすか。さあここからは時間の都合上ダイジェストでお送りします。ほらダイナミックね、ほらダイナミックのほらトップロック見せて。おえおえ、ちょっと服装が全体的に低めかな。はいはい、そうそうそう。おお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 。本人はジュニアらしい。ロッカーすぎる。ここはデグエンとして。おお、しっかり掛け。ダンディ坂田のパクリってことね。ゲッツ。おお。まんまやつ。いいね。いいんだけど。でもちょっと会場の空気、会場の空気がね。ほら、わかるな。ゆっくりした。ほら来た。おえー。スレスレのトーマスと同じフリースとどっちより方がいいか。おっと、おっと、てか何気にミリーも2本目から怪しいから。確かに怪しい。おお、危ねえ。よかったよかった。頑張れ、おめでとう。厳しかった。影響を受けてこのスタイルになったんですよね。うわこいつ身体能力やばいね。おーおー、完璧来たんじゃないですかこれ。お父さん、おーできたよ。すごい、お父さん。お父さん大きくなりましたよ。大きくなりましたよ。大きくなった。15歳がアティチュードいいね。顔芸なのこいつ。おえぇ、ー、決まった。おぉ、来た。ほらね、どっかで見たことある、はい、まあ、龍馬だったりとか、いい意味でね、いい意味でスピンの周辺だったりとか。おぉ、来た。あ、来た、ウィングビル。はい、ってあるんですね。あの彼の お父さんも話題になってるけど、お父さんもダンサーなんですか。お父さんもいい人です。いい人。あ、ほんと。え、ダンサーじゃないですよ。ダンサーではないですけど、いい人なんですよ。明るくなってきたんで、ちょっとここで一回。そして準決勝直前、両フローが突然お風呂へ行くと言い出し、スタジオに変な空気が流れたまま準決勝へ。よし、いいっすよ、ウィングさん。いや、ウィング調子いいよね。おー、ナイス。1回目から惜しい。おー、ナイス。おー、ナイス。そんなの入手。そうか、うん、おー、ナイス。そうそう、スローモーションでね。スローモーションで、ほら。 What's happen? パソコンの調子が悪いんです。パソコンの、これもちょっと BC1 の醍醐味なんで。なるほどね。なんとこのタイミングで機材トラブル、中継が中断してしまった。いいっすね。想像でちょっと喋ってもらって。おー、ダメだ。きっと今足持ちのフリーズで。いや、続きはウェブでって、これ本当にそれなんじゃないか。マジでどうしようもないですからね。これもよくあるあるっす。あるある。全然焦ってないですもん、僕今。決勝についてあ、ばばばばば、もう携帯、スマホで携帯今メロンがもう3票ストレートに勝った。すげー、決定的瞬間。すげー、おめでとう。ハースオーケース、ハースオーケース、ハースオーケース。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。乾杯。はい。